ありがとう、ありがとう。私歌えたよ。もうあんまりからかわないで。よう、マナリー、よかったぜ。あ、ヤンダム。うまいんじゃないかとは思っていた。だけど、あれほどとはな、最高だったよ。ヤンダムのおかげだよ。あの時、ヤンダムが励ましてくれたから。すごいのは俺じゃない、マナリだよ。俺はお前を信じてた、それだけさ。うん、ありがとう。私、ヤンダムが見ていてくれたから勇気が出せたの。ずっと見ててくれてすごく心強かった。ま、俺の眼力の賜物ってわけだ。ところで、さっきの歌、恋の歌だろ？ああ、そうね、そうですね。いい曲だったな。今度俺にも教えろよ。うん、いくらでも聴かせてあげるよ。おい、こら、お前。バカ、こっち来い。お前もっと気を使えよ。せっかくヤンタムーとマナリがいい雰囲気になってんだ。邪魔者は退散しないとダメだろうが。ふっふっ、まあな。でもヤンタムーはいいな、クシをもらってくれる人がいて。きっと夜になったらマナリにクシを送るんだぜ。マナリがヤンタムーを好きなのは有名だし。はあ、いいな。いいよな、ヤンタムーばっかし。俺、去年女の子にクシをあげようと思ったらさ、顔洗って出直せとか言われちゃって最悪だよ。ありがとう。本当に素敵だよ。
って難しいよね。さすが巫女、尊敬しちゃうな。マナリは今からもっと難しいことをするんでしょ。それじゃあ、行ってくるわね、ミカト。私がヤンタムのことを好きだったら、さっきマナリは私のことを優しいって言ったけど、ちっとも優しくなんかないわね。私は自分を憐れんでるだけ。優しさなんかじゃない。
り。そうだったんだね。ナコルル、この櫛をお前に受け取ってほしい。
取れません。あなたの気持ちは嬉しい。だけど答えは少しだけ待って。巫女だろうが何だろうが俺には関係ない。俺はただ自分の気持ちを伝えただけだ。何が悪い。